はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。棟梁様エンドチンクユ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。それと明日メール党員様限定ですが、靖国神社正殿参拝と懇親会、申し込まれた方はお忘れなく、だいぶ前に締め切っちゃったんで、ひょっとしたら忘れてる人もいらっしゃるんじゃないかと思って心配になってきました。岸田総理記者会見、来月の総裁選には出ない、誰かが裏金問題の責任を取らないといけない、最後は自分で決めたとしてですね、もう総理辞める、退任する、いうことを発表しておりました。世論です。自分では衆院選戦えないと判断したんだろう。支持率右肩下がりでしたからね、ずっと、結局増税しただけか。言いなり岸田が自分で決めるわけがない。最後以外は周りに決めてもらった。政治信条はなく、総理になるだけが目的だったからもういいんだろう。散々海外にばらまいてステルス増税しまくってほっぽり出すのか。とは言っても河野よりは岸田の方がマシやぞ。そうなんだけどね。辞める前に追加増税を決めて辞めそう。次の総理案件では、上川さんにも負けて6位とかだったから、出ても勝てないって判断したんでしょうね。裏金の責任云々は後付けで、出ても勝てない。現役総理が出馬して落選の生き恥回避ですね。現役総理が総裁選に敗れ生き恥かいたのはですね、1978年の福田赳夫 VS 大平正芳で福田が敗北した一例のみだそうであります。自民党の総裁選って現役総理が次もやりたいって言ったら、選挙しないでそのままになっちゃう、通っちゃうことが多かったので、一回総理になれたから岸田はもういいんでしょうね。これがやりたいから総理になりましたじゃなくてですね、総理になりたかった、別に理由はなくっていうのが目的だったみたいですからね。不出馬もやっぱりって感想しか、ないですね。これでね、もしね、記者会見やって次も やらせていただきたいとか立候補宣言したら、そっちの方が驚きますよね。落選するのになんで、勝てないのになんで、しがみつくな、そっちの方が驚きますよね。裏金の責任を取って、お前が総理辞めても責任取ったことにはならんぞっていう意見が多かったであります。やってることは脱税ですからね。党からじゃないや、派閥から来た金記載しないで行方不明にさせるっていう脱税ですね。しかも4000万円以下は起訴もされなかったっていう意味不明ですよね。民間会社だったら絶対ありえないおめこぼしですよ。意味不明。1円でも不記載で行方不明になった金があったものを厳しく罰してこそ責任取ったことになるんですけど、岸田自身も5年間で3000万円ばかしの行方不明金ありましたんでね。あの時すぐにですね、総理辞めて、総裁選すべきだったんですけれども、機を逸しました。あの時すぐに議員辞職して総理自ら、責任取ったら自民党のイメージっていうか支持率こんな下がることなかったんですけれども、機を逸しました。河野よりマシには賛同しますけれども、岸田だってね、LGBT 強行やら韓国ホワイト国復帰やら韓国とのスワップ再締結やら再エネ税を増税したのやら国保税を増税したのやら、森林環境税なんてわけのわからんものを作っちゃったり、ろくなもんじゃなかったでしょうね。総裁選で岸田票がどこに流れるかって話なんですけれども、岸田って結局は自民党議員たちからですね、利用できそうって思われて票を得た口でしょう。別に人望とかじゃなくて、なら利用できそうバカだからっていう理由で小泉進次郎に流れる可能性が高いと見てます。決して小泉を応援しているわけではなくてですね、本当なら分かってる高市さんが総理になるのが理想的なんですけれども、自民党議員からしたらよ、分かってる高市さんは騙せそうにないよ、頭良すぎて綺麗事並べてもで利用できそうもないって思われるんじゃないのかな。
同じ理由でですね、あの河野太郎も、バカだし傲慢さを隠そうともしてないし、なんだかあの口汚いしで利用できそうっては思われないんじゃないかな、中共の犬だしね。ということで、あの小泉進次郎総理っていうのが、石破っていうのもいるけど、あいつ言うより自民党議員に人気ないもんね。パリ五輪卓球銀メダリスト早田ひな選手24歳、帰国後都内で記者会見、アンパンマンミュージアムに行きたい、鹿児島の特攻平和会館に行って自分が生きているのと卓球ができているのが当たり前じゃないことを感じたい、おっさん歓喜ですね、世論です。パヨがブチ切れ、さてはアマプラで特攻隊と女子高生の映画を見たらめんどくさい連中が湧いてくるぞ、若いのに渋いな、すごいなこの子、これはガチの姫、これは共産党系活動家にロックオンされましたね、将来は国会議員になってそう、パヨに粘着されんな、これこの子に手出したらパヨが終わるかもしれんよ、特攻隊員と女子高生のが主役のですね、あの坂、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらっていう新作映画今やってるそうであります。こういうのの影響かもわからんませんけれども、意味不明に特攻を毛嫌いするパヨと比べたら純粋で立派ですよ。パヨはね、人民軍に日本を差し出そうとしてから、こういうのは大嫌いなのね。先進国の正規軍がよ、正規の作戦として特攻したのは日本だけですよ。他はできなかった。日本だけができたって意味を、理由を、パヨは足りない脳みそで考えろと。足りないんで考えてもわかんないんでしょうけどね。エネルギー、金属鉱物資源機構発表。こういうとこがあるんでしょうね。公の、組織くせえけど、メタンハイドレート掘削に成功し、燃料とすることに成功した、アメリカ国立エネルギー技術研究所とともに、アラスカのメタンハイドレートを掘れた模様であります。世論です。これで日本も資源大国。日本争奪戦にならんかったら映画、中国が狙ってきそうだな、中国、日本海は中国領土、日本にエネルギーの選択肢が増えるのは良いこと、あとは効率事業性の問題だな、徳川に技術を盗まれるな、いつも徳川にパクられてんだから警戒せえよ、メタンハイドレート、日本海側にも太平洋側にもいっぱい埋まってるそうです、西日本に多い、日本は複数のプレートに囲まれてて地震も多いけど、そのせいかメタンハイドレートが集まってくるらしいのね。記事からは海底を掘ったか地表を掘ったか不明であります。アラスカなんでですね、冷えた海底でなくてですね、永久に凍ったメタンハイドレートが地表、地中とかに存在してるからも知れないですね。これ掘ったのかもしれない。日本の場合はほぼ全て海底に存在するので実用化にはちょっと時間かかりそうですね。これで喜んでらんないなぁ、海底にあんの掘りましたって言うんだったら喜ばしいですけどもね。日本単独で成功したら世界一の産油国のアメリカに潰されてたかも知れないですね。アメリカと共同研究してですね、ウィンウィンになるのは賢いっていうか、自国の消費で輸出に回してないアメリカ以外の石油で食ってる産油国が必死で妨害してきそうだな。メタンハイドレート掘削は環境破壊かなんか言って、ジュゴンかなんか持ち出して、得意の活動家使ってね、私は日本の半原発活動家の資金源の一部は、石炭やガスの資源国じゃないかって疑ってます。連中はですね、原発でガンガン発電されて火力発電のエネルギーのガスや石炭が日本に売れなくなった困っから必死で反原発活動を後押ししてんじゃないか、疑ってます。私は根性がねじ曲がってて人より疑り深いのでそう思っちゃうのかもしれないですけど、まあ私ならそうするってだけかもしれないですね。私がガスや石炭を日本に売りつけてる国だったら反原発の連中の後押しするな、金出してやってね。伊勢丹注意、階段に座るな、階段に座って飲食するな、艦隊時だけで張り紙、中国人、日本人は私たちの文化を尊重しないと
ツイート世論です、デパートの階段に座って飲み食いが文化？伊勢丹ナイス、よくやった。いや、お前らだけしかそんなことしないし、そういう文化は中国でやってよ。お前らの文化なんか知らねえよ。階段に座って飲み食いが文化って笑う。なぜ簡体字でしか書いてないのか考えろ。だから中国語だけなんだよ、バカだね。他国ではそれを迷惑行為と呼ぶんだが、路上で排便するな。もう追加で、日本のデパートに来れる中国人がこの程度なんだから、他はどんなんだろうと、大した幅もないデパートの階段に座り込んで通行を妨害するのが中国の文化なんだ。知らんかったわ。じゃあそれはですね、中国人にとっては文化化的行動なんだね。まあ覚えておきますよ。中国語でしか書いてないのは中国人しかそれやらないからでしょ。世界中誰もやらない迷惑行為をですね、文化と言い切る傲慢さと無知さと恥知らずが中国人らしくてとってもいいですね。石川県加賀市の閉鎖された元観光施設にブラジル人39歳と19歳から30歳のスリランカ人3人が侵入し、動線、90キロ、動っていう字変換ミスしちゃった、4万5000円相当を盗んで逮捕。不法滞在者かどうかは記事からは不明であります。何でも盗むねこいつらね。世論です。多国籍軍かよ。日本で犯罪オリンピックでもやってるのが、もう泥棒天国になってるねこの国。あらゆる不法滞在者が動線盗みを始めて日本終了。これ泥棒しに静岡から能登まで行ったってことだよな。外国人犯罪者無双ジャパン。近所にも外国人増えすぎて何人かさえわからん。そもそも無職の外国人がなんで日本にずっとおるんじゃ。泥棒するために日本にいるのか。こういう明らかな盗品ってどう買い取ってくれるんだろう。盗品買取業者を罰しないとなくならないぞ。外国人何でも盗むな。90キロで4万円だと日本人はちょっとやらないでしょうね。社会的リスクも大きすぎるしね。こちらはね、たまたま通りかかった施設関係者が誰か侵入してるって気がついて通報して現行犯逮捕されたんだって。中に明かりでも見えたんでしょうかね。そうでなければ逃げられてましたね。不法滞在者かどうかは伏せられて、ましたけれども、可能性高いでしょうね。なんせ国内に25万人も潜伏してるっつうしね。それもこれもね、実習生として何十万人も国内に入れて逃げられまくってる自民党のおかげですね、これね。育成就労制度って名前変えて、また始めるみたいですね。あまりにも実習制度が評判悪いもんだから。今日の単身です。ギリギリ上陸しないかと思われてた台風7号が進路を変え東京直撃コースになってしまいました。16日夜9時ぐらいに一番接近するみたいであります。お盆の帰省に支障出るかもしれません。もし都合が許せば16日の夜に車に乗ったり電車に乗ったりする予定、ちょっと後か先にずらした方がよろしいかもしれません。食堂決済サービスサンデー決済情報から、パリ五輪観光客のうち一番チップを弾んでくれたのは南アフリカ人、アメリカ人、イスラエル人の順、一番チップをくれなかったのはギリシャ人、ノルウェー人、ブルガリア人の順。なんかこういうの調べる根性こそケチくさいと思うんですけど、日本は何位ぐらいだったんでしょうね、日本人はね。日本にはチップの習慣ないからな。かといってですね、中国人のように外国に行ってよ、日本の文化を認めろっつってチップを置いてこない日本人はいないわな。日本ではチップねえんだ、日本の文化を認めろっつってチップは置いてこない。そんな日本人はいませんよね。日本人外国ではええ格好したいもんね。日本高野連、公共高校野球の試合の動画投稿禁止。誤審を叩かれることを恐れたみたいであります。プロ野球のようにビデオ判定を導入すれば解決なのに怠慢だよな。人口減に合わせて野球人口も減少の一途だと聞くし、高校野球いずれなくなっちゃうもんね。10年後には今よりもっと暑くなってて、開催不可能になってたりしてね。マクロン大統領、パリ五輪はフランスの真の顔を世界に示した。誤審だらけだわ、セーヌは汚いわ、肉は出さないわ、
エアコンつけないわ、 LGBT ゴリ押しだわ、ポリコリで全開だわ、メダルはすぐ錆びる、実にフランスらしかったと好評を博しておりました。選手の安全や試合の公平さよりも俺らの政治的主張が第一なのもよくわかりました。まあ上辺は綺麗だけど蓋開けるとあの不臭がものすごい、いうのが分かった大会でしたよね。なんて傲慢なんだっていうような、こともわかったしね。というわけで明日明日動画お休みするかもしれないですね。忙しいもんで懇親会と正殿参拝あるんで、まあまあ動画明日お休みしても、その時はちょっとご勘弁、ください。時間的に厳しいかもしれない。チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。